はい、どうも、こんにちは。今回またヘビーレイン、心のきしむとき続きからやっていこうかなと思います。前回は、FBI が、独自の捜査をして、なんか、怪しいやつを捕まえた。っていうのと、あとなんか、探偵の物語で、折り紙殺人鬼と関わってくる人が実は、なんか30年前亡くなった子供で、で、その子のエピソードを聞いて、後、一緒にゴルフをしたあのおじさんが花を手向けるシーンを見たっていう。だから少なくとも何かしらやっぱ関係はあると。あのゴルフを一緒にしたおじさんが怪しいというところで。今回からはね、女の人。あ、ちょっと、クラブに来ちゃったな。開幕クラブかよ。ちょっとでもな、ちょっと飲まれるな、この空気。箱目マーでブルす。ストリートのアパートをドクターから借りてる男。はい。気をつけて。犯人かもしれない。はい。箱面です。ドクターのアパートを来た来貸した来た。てる男。どこできめ。るだけお付き合いはしたくない男ね。パコパコメンです、さどて、こ。いろいろ聞いてパみコるパとコメすンでるす、どこか。いるの。パコがドクターの友達なら警戒しないと。あ、トイレ行っちゃった。やべ。あ、トイレ広いじゃん、普通に。すべてうまくいくわ。男を探し出して、いくつか質問して帰るだけ。ちょっと髪型変テえてクるノもね。トランスも別に嫌いじゃないけど、これはちょっとうるさくない？ジャングルがわけわかんねえな。トイレには誰もいないと。ブルーラグーン。あ、ブルーラグーン行ってなかった、さっき。ブルーなんとか言ってたよな。じゃ、パコパコ金メ持ンでちのす。遊び場。私の来るような場所じゃないわね。ドクター。ドクターとの一件がまだ忘れられない。まあ危なかったからな。バーテン、彼ならパコの居場所を知ってそうパね。コっぽくない？パコ・メンデスを探してるんだけど、どこにいるか知ってる？あそこのテーブルにいるぜ。知り合いか？うわ、パコメンデス。でも彼に話があるの。そりゃ近っ。無理だ。誰も入れないよう言われてるんで。パコメンです。いいだろ、パコメンです。パコメンさん、話させろよ。ちょっと パコ見て、パコ。どういう状況だ、わかんない。何、ああ、帰ってきた。あれ、何なんかしない。でもあいつでも別に、何これ。なんかナンパしてっつぞ。ああ、パコに気に入られればいいんだ。なるほどね。そういうことか。見とけよ、パコてめえ、おい。派手に決めてやるからな。結構セクシーだよ、でも、お前も。まあ、ちょっと、なんか挟まってんだけど、おい、どけよ、お前ら。いい音楽だな。でもなんかうるさすぎないわ。ちょうどいい。とりあえず前に行けばいいんだよ、こうやって来て。ダンスを踊ってあいつの気を引いてみる。まあそうだよな。パコのガードは誰も通す気がないみたいね。別の方法を考えないと。パコと話すにはプランを変えなきゃダメそうはい、ね。通ります。何通がり不ま満す。すなみのません。かしら。通ります。すみません。はい、通ります。はい、すみません。はい、通ります。どけよな。どくどかない以前になんかこの何も気にされてない感じがちょっとなんか不自然だわ。でよくこんな踊ってるなんかよく見つけるな、パコメンです。パコ見て、パコ。パコ見て、パコ。あ、バッグは持った方がいいって。あー、バッグは持った方がいいよ。ダンス。お、才能見せる。はい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 。パコ見て、パコ。パコ。あら。私にお色気は向いてないわ。こっちを見もしない。いや、ダンス成功しちゃいけんじゃねえの、これ。さてと、
お色気作戦の出番ね。あ、どこか着替えられる場所ないかしら。マツが持ってきてるんすか。申し訳ないね、ちょっと失敗してよかったな。ちょっとうっかり本音が、ちょっとうっかり本音で出ちゃったけど。そうよ、トイレよ。人も来ないし女だけ。人来た。ちょっとまともじゃないわね。持ってきてんの、お前なんかセクシーな衣装。え、あ、いなくね。あ、ここで着替えるの。こいつで入んないの。大胆だね。さあ、セクシーに決めるわよ。え、なにこれ。俺そんな髪型あんま好きじゃないんだけど。分け目変えただけじゃん。分け目変えただけじゃ意味ないよ。はい、開けて。行くね。だいぶセクシーだよ。いいね。その髪型ちょっとあんま好きじゃないんだけど。なんか男すぎんねかい。ああ。あ、まあまあちょっとね、ちょっとまあちょっと変わったな。そこでもそんな大事じゃないと思うけどな、俺は。あ、でも確かにセクシーさは上がったかもしれないな。まさか、おっと、セクシーだね。あんまりセクシーするとさ、なパコ以外もちょっと怖いよな。わっ、うわー、セクシーだね。ちょ、この赤いシャツとかいいね。気引くからね。なすの。なんかちょっと、ガタイが良すぎて。ガタイが良すぎて、正直でガタイ良すぎて、なんかあんまり見せつけない手はないわ。腰を振ってパコをその気にさせればいいのよ。パコパコすると、パコパコしてパコを引きつけると。オッケー。なるほど。パコのためのショータイムよ。これなら無視できないんじゃない？パコパコしてパコを引きつける。ダメよ、パコには効かない。はい、いい。ああいうジャケットを着る男は何だってするのよ。まあ、ちょっとは怖いよな。さてと、これでも我慢できる？結構自信あるね。5分の3ぐらい結構自信あるセリフだったな。わ情報のためなら何だってするわよ。そう考えるとちょっと怖いわね。ねえ、ちょっと体大事にしようや。クラブ全体に見つめられてるみたい。まあ控えめとは言えないわね。ジョロもパコンだし、パコンしか考えてないからごめんけど、パコ見てくれ。あ、わはい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 、見せました。はい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 、おっと、あ、見える見える。あ、はい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 、むずい。どうよパコ、いいっしょ。だいぶ目立つからね。シャツが目立つから、なんていうか。おい、あんた。勝ち取ったぜ。どうした？言うてみ。ビンゴ。ビンゴ。その調子よ。遅いわ。ちょっと口説いて、その気にさせるだけ。なんすか？簡単でしょ？言えよ、なんか。じゃあ、おい。え？ボディーガードは放っておいて、タコよ。ああ、すんだ。考えないとダメそうね。すまんね。よう、招待を受けてくれたってわけか。ここは初めてだろ。今まで気づかないはずないからな。お、俺はセクシーだね。君はマディソン。マディソンよ。ああ、あんたの動き最高だったぜ、マディソン。すんごく興奮させてもらったぜ。あー、もうなんか嫌だな。場所を変えて話できないかしら。できれば二人きりで。攻めるね。もちろんだ。さあ、ついてきな。いや、怖えわ逆に。ちょ、男と二人ってあんまいいイベント起きてないからな、今のところ。気ぃつけろよお前。
気ぃつけろってか、俺が頑張らないといけないのか、ボタン操作。あいつ早い。パコ早い。パコめちゃくちゃ早いぞ、あいつ。どんだけ通るの前のあいつ。あいつ暗いな、もしかしたら。普段から人混みをあのスピードで逃げるってことは結構な暗さを感じるな。すいません。ビップルームですか、これ。え？その変化いらねえよ。ちゃんとボディボディ。中に入って銃を向けて情報を聞き出して。お。トラブルが起こる前に帰る。心配することない。いやー、それ怖えな。フラグくせえな。いやほらもう怖いじゃん。もう人生最大の過ちね。めちゃ気持ち悪がってる場合じゃないわ。知らんね、これ。たとえ足が崩れ落ちてる気分でも、このね、セリフが震えてる時ってね、あんまいいことないんだよ。気持ち悪い男、うえ。かわいい。何も心配いらないわ。うまくいくわよ。予感。嫌な予感がするわ。誰も私がここにいることを知らない。ね、ちょ怖いよ。収集がつかなくなっても頼れる人はいない。男怖いからな。さあ、あとはあいつの後をついていくだけよ。で二人きりにしたの。何も心配することない。計画通り、分かってるわね。さあ、俺の小さな王国へようこそ。あー、まあまあ、綺麗じゃん。よこしな。お楽しみの邪魔だ。いい女だぜ。ちょっと銃入ってんだけど。じゃあ、お手並み拝見といくか。ほら脱げ、ゆっくり全部脱ぐんだ。ちょっとそれは良くないよ。猿、あのその前に飲み物をもらっていい？私ったらちょっと緊張しちゃって。緊張なんてとっくにほぐれてるだろう。楽しませてくれ。さあ、さっさと始めろ。ちょ、何こいつ。話す。でも、あの、その前に話をしない。慣れてないことするから。話すことなんて何にもない。慣れてないことするからじゃん。楽しませてくれよ。悪いんだけど、あなた何か誤解してるみたいね。あ、それじゃあ私。あ、怖い。いいでしょ。捕まれるぞ。またいつかね。お前が持ってんのかよ。そっちじゃねえか、ベイ。ふざけんのもいい加減にしろ。チャンスはこれっきりだと。何が正解なんだ、これ、選択肢。わかんねえ。選択肢がわかんねえ。だってコマンド見せらなければ基本的に死なないからな。下は？ちょっと。良くない。教育衛生上良くないよ。あー、セクシー。何か考えて、何か方法があるはずよ。めちゃくちゃセクシーじゃん。気合い入れすぎでしょ。あいつに触られたら吐いちゃうわ。そんな強気なのお前。慣れてるなこいつ、この遊びに。攻撃する。飛びかかって喉を閉めて。それはダメよ。ね、勝てないね。勝てないし、勝ち目がないわ。涙になってる。ちょっとランプに手が届けば。そうだ、いけるか。はい。これの操作が分かんないんだって。何この操作。いやもう分かんねえもん。いや分かんねえもん、これ。誰これ操作。ちょっと、あ、リズムか。いや、リズムっぽいな。はい
ノリノリだね。お、ちょっとちょっと。ベイビー最高だよ。さあ、もっと下にかがめ、もっとかがめって。今だ。それでいけたでも。荷物持ってって今。危ねえって。そこで油断すんのよくないんだよゲームって。さてと第2ラウンド口を割ってもらうわよ。何これ。あ、起きろてめえ。おい、あ、何が欲しい、言ってみろ。おい起きろ、早く、時間ないんじゃ。おい、起きろ早く。日中日を持ってけ日中。助けを呼んだら殺すわ。はあ、分かった。逆転した立場が。何が望みだ。マーブルストリートのアパートを借りてるわね。何のため。アパートだって、何の話かさっぱりわからねえ。なんかそれぞれがでも怪しい人突き詰めてんね。おい正直に早く。大した度胸もねえくせに、後で悔やんでも許してやらねえぜ。何これ。ふざけやがって、殺してやる。ボス、大丈夫ですか。ドア開ける。ちょっと見ないで、ちょっと、見ないで、ちょっと。ボスの顔、ボスの顔がすごい。ボスの顔が、ボスがすげえって顔してるわ。こいつプロだ。大事なとこ痛めつけられたくないでしょ。そろそろ白状したら。ねえ、おい早く言えよ。おい何しやがんだ、やめろ、やめて。早く早く早く言って。俺は手始めよ。もっとやられたい。あのアパートには入ったこともね。罪ない気がするんだけど、こいつ意外と。ある男にやったんだ、うん、アパートを探してて金も持ってた。ああ、なるほどなるほど。ちょ、ボタン押しずれは。名前は。ち、誓って知らねえ。本当だ。ぶっちぎるぜおい。言え早く。いや押しづら。段階がどんどん上がっていく。シェパード、ジョン・シェパードだ。繋がったじゃん。知ってるのはそれだけだ。繋がったじゃん。大したことなかったでしょ。ロマンティックな時間を楽しみたいところだけど、急がないと。それだけでいいの情報。またね、ハニー。まず抜けられなくね。口を割らせるにはなかなかいい方法じゃない。いや、かっこよかったよ。次に可愛い女の子をオフィスに連れてくときはよく考えることね。すいませんね、ちょっと。帰るわよ。彼が口走った名前、ジョン・シェパード。それが犯人の名前。すぐにわかるわ。結果。どう？悪くなかったじゃない、マディソン。ジョン・シェパードがじゃあ、とりあえず一番怪しいんだな。私立探偵も、この女も追ってるやつ一緒だからな。イースさんはともかくとして、FBI はまだジョン・シェパードにたどり着いてないか。とりあえずあいつ経由して、言ったっけ、シェパードって。みんな繋がんのかね、ようやく。お疲れ様でした。ちょっと対象年齢上がっちゃうな、今回。よくねえわ。セクシーダイナマイトすぎる。は？来ちゃった。来ちゃった、お前も。ハコに会いたいんだが。また？ハコ？ここにはそんな奴いないぜ。うつな。ここ大人気だな。間違いないんだな。言えよ早く。オフィスにいる。あそこの階段から行け。FBI ってマーク強えな。来ちゃったじゃん。あ？なあ、お前か。
脅かすな。あ、これ掴めんじゃない。今日行かれた女が来てな、マーブルストリートのアパートのこと聞いてきやる。パコパコ打たれんじゃない。大丈夫。お前があそこで何してるか知らねえし、知りたくもねえが。パコ死にそう。目立ち始めてるみてえだぞ。パコ生きて。俺がシャバにいられるのはお前のおかげだ。パコ殺されそうじゃない。なんかこれ頼まれたことは全部やった。借りはもう返したろ。ほらほらほら、パコパコ。おい待てって、これから勝手にやるから、やめろ、殺さないでくれ。あー、グズグズするな、パコを探せ。もう落としたでも聞いて、あ、でも爆音 BGM で聞こえてないのか、お前らは。俺は聞こえたけどな。あげろ。犯人いないのかな。パコ、パコ、パコ、まだ生きてる。ちょっと動いたね。でもね、ピクって、あ、指紋がある。後ろ、感じてる。はい、さすが FBI、 さすが FBI だな。はい、顔見せるてめえ、おい、シェパードのてめえ、おい。で、あれも来てよ、あの守り人守り人も来てよ。ちょっと、あ、刀危ない。はいはいはい、はい、やばい、はい、いや、これ行きたい、生かして、うん、銃も落ちちゃったもん。なんか銃落ちてないんじゃない。でも、とか思ったけど、サングラス落ちちゃったかな。でもハイパースーパーサングラスだ。やばい、ピチピチしとるわ。でも音聞こえないんだもんな。押したって今、おい、間に合っただろ。強えけど、でも、ここで殺すしかないのか。誰なんだ、一体、あいつは。このままじゃ俺が犯人になっちゃう。FBI が。どこ行ったか聞いてんの。どこ行った。今いた男はパコの知り合いか。悪いな、警官とは話さねえ。話せてめえ、おい、めちゃくちゃ暴力的だな。よく聞け、信じろ。説明している時間はないんだ。男はパコの知り合いか、イエスかノーだ。だいぶ分かりやすい質問だぞ。ジョン・シェパードだ。繋がったな。帰れるぞ。あー、順番間違えちゃった。怪しまれちゃうじゃん。順番間違えちゃったじゃん、明らかに。FBI強えな、お前。よう生きてたな。多分難易度一番上で俺が失敗したら死ぬんだろうな、この手のイベントは。この調子で続けてたら情緒不安定になる。あの野郎、危うく首を折られるところだった。パワー系だったもんな。くそ、手詰まりか。手がかりもない。あ、サングラスつけよ、サングラスつけよ。防水機能あるよ、ちゃんと。達人、タコは犯人の知り合いだった。だから殺された。このサングラスやれば完璧よ。現場検証なんか大手のものよ、犯人。殺されてたかもしれない。なぜ殺さなかったね。それはあるよね。マディソン・ページ、ジャーナリストがここで何をしてた。
ジョン、あ、でもシェパードか。死体犯人、考え。ずっと薬のことばかり考えてる。気をつけてね、薬のことばっかり。どれどれ、見づら。見づれ。どれだ？これか？これ目が見たいよな。パコは成人とは程遠い。うん。犯罪歴は電話帳並みだ。あ、そうなんだ。まあ、シャバにいられるのはお前のおかげだって言ってたもんな。犯人は何かを探してた。確かに。あ、この音楽違うな。俺の時だもんな、これは。え、そう考えたらさ、女の子守るためにやめた方がいいんじゃない？あえて調べないという手？あ、これは違うな。45口径。あ、じゃあよかった。でもこれ女の指紋出ちゃうでしょ、これ。なんか、いっぱいある。危険の中央に銃弾、即死か。あ、いっぱいある、調べられるとこ。ちょっと待って。どれだ？ん？ランの花粉。くそ、折り紙殺人鬼か。そんなランの花粉すんの？毎回毎回。そんなことある？ああ、なんかつったよ。あれ、俺のでも、あれじゃない？ん？今出てたよな。あれ？ちげえな。いや、これ絶対俺の指紋じゃん、これ。まあ、俺であり、俺以外でもある。出ちゃうじゃん、女の指紋が。あ、てか、女のことかな？さっきジャーナリストがって言ってたの。これ調べたかな？あ、またマディソンページか。目撃者かもしれない。あー、マディソンページ。やっぱマディソン誰か。え、マディ、やっぱ女か。マディソンってぽいな。終わりじゃない？これ見たっしょ。で、奥のやつも見たから。あ、ここだけだ、光ってるわ。これこれこれ。出ないんだけど。あ、これあれか、ガラスか。普通に。あ、こっちもある。マディソンページじゃない。45口径、セミオートマチック。じゃ、この、あれ終わったら、終わるわ。どうよ。まだあったかな。犯人。暗すぎて見えなかった。すべてが一瞬で。ああ、そういうことね。暇すらなかった。びっくりした。いるぞ。考えをまとめるんだ。トリプトゲインはやめとこう。トリプトゲインはやめとこうよ。今日はね。今日押さえとこう。容疑者は死亡。誰かに殺されかけた。方向性は間違ってないってことか。調べたよな、全部多分。ダメだ。トリプトゲインはダメだ。よくないぞ。今日は耐えよう。一応飲まなくてもいけるっぽいからね。一応一回コマンドで耐えたことあったから。はしゃいでんな、この女。え、そういうミュージックじゃないけどな。そういう乗り方する音楽じゃない気がするけど。このおっさんぐらいじゃない？このおっさんぐらいだよな。そんな盛り上がらねえよ、この曲。わかんねえな、もう。俺パリピじゃねえから分かんないかもしんないな。確かに曲で見ちゃってるから。曲じゃないんだもんな、こいつらの盛り上がる、なんて言うんだろう基準は。変わったかな。よし、終わろうか。ようやくイーサーに帰ってきたな。イーサーもそろそろあれなんじゃない？ジョンランページだっけ、なんだっけ、ジョンジョンだ。なんか何か知らんじゃないの、接点。急にジョンに来たからね、みんな。まあいいや、今回終わるわ。じゃあ、あざした。